えい、ということで続きやっていきます。なんか今日いつもより CPU の使用率が高いんで大丈夫だと思います。余力のある範囲ではあるんですけどちょっと心配ですね。さて、お来た、いやーれい、思わぬ形で来たぜ。さて、まあ人魚の話んとこですよっていう話ですね。はい、1、はい、ですね。人魚の話なんですけれども、なんかこうおかしいよっていう話ですね。人魚から聞いてた話と今のここの話もそうですし、そもそもなんかこの町人魚のことめっちゃ嫌いじゃねっていう話なわけですね。はい、ということで男衆はなんか化け物以下を退治しに行ってるということでございますけれども、どこ行ったって、はい、あ、待って、俺全然もう話覚えてへんかったわ。え、大砲のおばさん、どこ、この一番端の方かな、あっちの方か、アホっぽいな。なんかサクッと行ってちょっと大砲貸せやっつって借りていきますか。酒場あるで、いや全然違ったわ、ごめん、全然場所違う。あ、じゃあこのぐるーっと行ったとこか。あ、オッケーオッケーオッケー、はい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 、ぐるっとね。いやー、しかしもうなんかドラクエ8やってるみたいな気持ちになって、この服着てって着させたの俺やけど、俺が着させたんやけど、めっちゃ8やってる気持ちやね。さて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 、おー、合ってんじゃないですかこれ。だからここ鍵あってね、ここ多分今回で鍵1個手に入ると思うんですよね。多分この赤じゃなくてもう1個下の段階の多分やつが開くやつやと思うんやけど、はい、おいババア、はい、一も持ってくってやばいな。ほう、大切使う、うん、大砲コレクションってなんなん大砲ってそんな感じでもらえるやつな、空砲、なるほどね。いや、もう届けておいてくれるんや、早っ、話がめっちゃ早いばあさんなんやけど。おっと、おっとっと、おっとっと、ういえ、悟りそう、なんかすげえ見た目やったな今ね。笹みたいになっとったけど笹ってか短冊かみたいな感じになっとったよね。今日なんでこんな CPU 使用率高いんやろうな。今日なんかね、いつもなんかね 10% もないぐらいなんですけど、今日なんか30ぐらいあるんですよね。全部切ってんですけど、ソフト30は超えてないんですけど、なんだろうな、あんまり良くないですね。パソコン買ったばっかりやのにそんなすぐ、いやでもね、もうパッタバダリのパソコンでもできないゲームが発売されると誰が予想したかって話なんですよね。まあ皆さん見てます？あ、全然関係ないゲームの話してますけどね、バトルフィールド2042ってやつがオープンベータ始まるんですけど、始まってるんですよ、この収録してる時には。アホみたいに容量がでかくて、あれバカですね、ほんと本当に頭悪いと思います。すごい容量でね、びっくりしますけどね。近々ちょっと私も新しいゲームね買いますから、バックフォーブラッドっていうレフトフォーデッドのあのとこはね作ってる新しいやつ買いますんで、それまたねちょっとわちゃわちゃできたらいいなと思いますね。なんか動画みたいな形にしてもいいかもしれないですね。ああいうゲームやっぱ人口が全てですから。さあ、クラーケン退治ってどこ、あ、あれか、あれがクラーケンの人たちだったの、あ、そういうこと、なるほどなるほど、あ、やってます、大将ギギスか、あ、なんか船1隻減ったような気がするけど、3隻なかったっけこの間、別日にやってるとこの辺のねちょっと余っちゃいますよね。あれの一石減ってねみたいな俺っつって、さあ、うーん、いたいた、あれがクラーゴンを倒しに来た船団ね。めっちゃのんきやったけど大丈夫だ、機内がいるはずだわ。せやね、ねえあなたたち、そっちに機内って人いる？そもそもクラーゴン倒したかどうかわからんうちにそんなことやっていいの？あら、なんか言ってるよね。なんか言ってるわ。上っつった今。遠くてよく見えないけど、水は？上っつってやっぱり。上か？クラーゴンって飛べるの？上だ。おっちゃえれい、思ったよりすごいやつ飛んできた。これはクラーゴンのせいってことだよな。出てきた、あら来ましたね。
イカ刺しにしてやるぜ。おい、嘘だろ。でかいね。さあ、我々の船に用事あるみたいですよ、この人。やってやろうぜ。大砲効くんかな。大砲の下り全然やけど。ああ、よかった。大砲なんか、RPG とかで持っとかへんとあかんかったやつかと思った。この場で使う感じね。スルメにいきなりしていく。いやー、俺ちょっともうイカ刺しみたいな感じしてからの方がいいけど。お、いいね。空砲でめっちゃ効いてるやん。るんだわ。今がチャンスよ。みんなでマリネにしちゃいましょう。乾燥させる前に戻ってった。さあ来た。強そう。あ、空砲の音で弱ってるやって。あ、いいじゃん。これ手も攻撃する感じやね。やんちゃな足をなんとかしないとまずそうねって書いてあるね。はいはいはい、行きましょう。さてと、ヒップアタック、どうしようかな。右足から行くか。ほい。待って、 MP 減ってる。MP 俺回復するの忘れてる。あ、右足逃げ出した。混乱している。おい、危ない。めちゃんこ危ない。危ない、めっちゃ怖い。これこれやばいよ。これ実に危ない感じですね。あー、とりあえず一回さ、全員のさ、これさ、バギーってちなみに全員聞く？あ、全員じゃないタイプだ。あー、なるほどね。あ、じゃあこういう感じしとこう。ほい、まあ、足早くして全員のね。はい、さあ行こうか。ミラクルソード、右足、さい、おら、いいね。さあここはもう彼女しかいないでしょ。いいよ。おら、 MP 意外となかったんで、ちょっとまずいね。ちょ、よくはない感じ。右足の攻撃。あ、 OK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 。 これ、え、楽勝、もしかして楽勝ゲー、余裕ゲー、もしかしてこれ余裕かましてていい感じ。あ、右足も死ぬよ。これなんかどっちか足、お、強。マルティナ強くなっちゃった。やば強いね、ほんと。ここはさ、一回ちょっとこういうことしておこうかな。ほい。まあ補助魔法をずっと使っといて、残り2人でひたすら殴り続けるっていうのはやっぱいいよね。おら、いいねいいねいいね。はい、これで主人公バックス回復。攻撃。ああ、オッケー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 。これずっとこの感じだったら楽なんやけどね。そうは言ってられへん気がするんだよね、なんかね。そういう美味しい話じゃない気がする。左足ヒップアタック、ヒップアタック強ない、マジ。あ、終わりに帰ってきた。来たね。こっから本番やな。あ、かばってる。なるほど。いや、こういうことしたのか。じゃあどうするのかよ。ほら、えい、強い。一体相手ビギラマ強い。おい、クラーゴン直接狙っていこうか。おい、行くぞ。どうだよね、これボス戦な感じでいきゃいいのかな。どれぐらいのなんかテンションで戦えばいいかなと思ってんだけど。せいにゃ、おい、ちょ、ベロニカの MP がちょっときつい気がするな。まあいいか。出し惜しみせんと、ゴリゴリ行こう。もうなくなったらなくなったら。あ、爆裂剣や。おっとっとっと、なくなったらパーティーメンバー変えればいいだけやからね。全然いいよ。あ、めんどくさいの使ってくんぞこいつ。おい、痛い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 、めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。アホや、こいつだいぶ頭おかしい。おいしょ。硬っ、え、硬くね。え、めっちゃ硬いんやけどこの人。嘘、え、超絶硬いんやけど。だいぶだいぶ硬かったの今。あ、そうですか、そういう感じ。これベギーラーマーとか使っちゃうよ。おいしょ、いいね。もうひたすらヒップアタック。もうお前はもうこれだけ。それでも68しか食らってないもんね。硬いね結構。おりゃ、オッケーオッケー。まあでも HP 回復する、これいいね。やっぱり主人公で HP 回復する、これ。あ、素早さ戻っちゃったか。まあまあしょうがない、ベギーラーマー。もっぺせいじゃ、自分自身も回復しておきたい感じはするね、これね。ベーポイ意味で自分入れとこうか。ほい、オッケーオッケーオッケー。ヒップアタック、ほい、いいね。おお、強っ。あ、これ良くない気がする。これは良くない気がする。あ、だいぶ良くない。きたね、だいぶ。なるほどね、大砲のせいで攻撃力と守備力が落ちてたっていう考え方なんだね。なるほどなるほど、それはな、納得したわ。これさ、メンバー変えた方が良かったかな。ちょっとマルティナ別のやつに変えた方が良かったかもしれないな。じゃあマルティナを回復するためにベロニカを変えた方が良かった説は若干あるかも。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、ここはね。いや、これはまだいいや。ベホイミでマルティナ。だから主人公回復戦でいいのだいぶでかいね、ミラクルソードのおかげで。これめっちゃ強いね、やっぱミラクルソード。よし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 。あ、マジ眠らせてくる系？あぶねー。
よっしゃ、来た。オッケー。これやっちゃうよ。いや、これだいぶ強いよ。スキップしました。やったことあるやつなんで。はい。守備力アップ効果でかいね、これね。はい。で、ベロニカ。ベギラマ。ほい。よっしゃ、ほら。この間もう一発マルティナ回復して。マルティナ、こうやってきて HP やばいね。すごいね。超火力タイプだな。これ結構いけそうだね、もう。全然余裕そう。はい、ベギラマ。ほい。あ、ベロニカもう MP なくなったし、変えましょう、次。事故、あらあらあら、そんな。あーあーあーあああああ、おー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 、急にそういう感じのことしてくるんや。あ、でも死にかけてんだ、これ。これ足狙うか。足狙って落としたい感じはするけど、せいにはダメ、立ち上がれないでしょ。あー、うっとしい。これはベロニカはね、回復しない。変える、火炎払い。これどうしようかな。もうちょっと溜めようか。次のやつまで溜めようか。ちょっと右足をさよならして、さよならしないな。結構残ってんな。あっあっ、いや、俺の意図はベロニカを変えたかったんやけど。オッケーオッケー、いいよ。変える変える、ロー。はい、腕が鳴るの。よし、変えたかったけどしょうがない。これはもう右足、それオッケー。まず退場してもらって、せいには復活。ここはピオリムで全員の素早さを上げます。はい、マルティナでヒップアタック、それ、よし。本体殴っても良さそうだけどね。ベホイムがやばいね、本当に。これはなんか全員に対して特技はお祓い。あ、これ強いね。癒しの雨、全員の HP 回復、 MP パサー。ああはいはいはい、なるほど。ヒャダルコでもグループだよね。ドルマも1体やし、これ一発さ、これ打っといていい。今こそ癒しの雨を。オッケー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 。 HP を少しずつ回復するようになった。これいいね。よし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 、これめっちゃ強いんじゃん。この状態で左足、おいしょ。ここ爆裂剣みたいなんで広い範囲来ても全然余裕でしょ。あ、これは良くないやつ。これはだいぶ良くない。これはめっちゃ痛い。これはめっちゃ痛いけどすげえ回復したな。やば。いや、これ雨効果でかいよ、これ。オッケーオッケーオッケー、めっちゃでかいめっちゃでかい。引っ張った左足、これ落とす、落とした。オッケー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 、これでかいね。いや、もうこれもうミルクソートセント回避でいいでしょ。おいしょ、これ強いな、だいぶ。これ多分さ、マルティナも回復したくていいと思うんだよね、俺多分。 HP や悪い効果を回復し確実に復活させる。なんだこれ。あ、びっくりした、連携技か、これ。なんで連携技出てんの、ここで。うん、こういうのはちょっと保険でかけとくべきやと思うんだよね、俺。はい、様子伺ってる。よし、それが貴様の命取りだ。これはヒャダルコ一発かましてみようか、どうなる。ほら、おいしょ。あっ、弱っ、全然ダメだわ、鼻くそだったわ。おい、おいしょ、おいしょ、おいしょ。あ、全然良い、全然良い。さっきの連携技のおかげでさ、防御力めっちゃ高くなってっから全然痛くないね、こんな。これで雨ついてきてるわけやろ、もう余裕じゃん。ドルマ使ってみる。なんか全然食らわへんかったけど、これやとどう。おい、あ、強、ドルマ強。なるほどね、いいじゃん。お前が一番やることねえな。お前が一番やることねえな。あ、自分に対してのスカラ切りかけてるから自分にかけようか。こうして、オッケーオッケー、重ねかけしといて、しっかり火炎切り。これはもう終わるんじゃね。次マルティナ回ったら終わるんじゃねえか、これ倒せるんじゃね。頼むぜ。おら、ダメか、ダメでした。次マルティナのスカラが切れそうなんでマルティナにスカラ打ちます。おい、鉄壁やね、もうマジ絶対負ける要素がない気がする今のところ。一人死んでるけど。甘い気。あ、これは良くないよ。あー、それは良くないね。なんでカードだけ食らってかさ、なんでロー食らってへんの。一切食らったモーション何もなかったけど、一歩下がってるから、一歩下がってる感じ俺出したいんやけど、どうすれば出るのそれ。はい、ヒップアタック、よいしょ。またやってきたよこれ。
あーもうそれめんどくさい。これは地味にめんどい。おいしょ、いた。これすっ転ぶっていう効果あるのか。あ、そろそろ癒しの雨はなくなりそうだね。なるほど。なんかこれもクラゴ本体行ってもいい気がするけどな。ちょっとこういう感じしとこうか。来た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 。これいけるんちゃう。なんかいや、いいか。多分もうそろそろマルティナはなくなりそうなんだよね。はい、まあ、2回分ダメージ与えました。そんなにです。ローさん動けません。マルティナ先生、マルティナ先生もそろそろこれなくなると思うんで、貝足バレー使っていいっすか。左足とかどう。はい、ショー。オッケーオッケー。両方にちょっとダメージ与える感じになるけど、多分ね、右足はちょっともったいなかった気がするんだよね。はいはいはい、かばってます。いや、癒しの雨の子が消えたよね。これをまた復活させておきたいね、ちょっとね。いいやし、おいしょ、オッケー。これで撃破。ローちゃん立ち上がります。癒しの雨また打ちます。 MP 消費でかいよね、結構ね。あー、でも全然あるとないででかいね、これ。違う、やっぱボス戦はローだな。ボス戦はローだな。スクールと覚えたらワンチャンあるかなっていう感じはするね。はい、全員素早さ上げます。マルティナちゃんでヒップアタック。おい、オッケー、よし、全部殺した。あとひたすら殴るだけ。おら、オッケー、終わった。おー、いいね。初っ端だからなかなかでかいボス戦やったね。まあでも、まあでも割といい感じですね。てかローってやっぱマルティナの加入はすごくでかいです。強い、すごく強いです、キャラ的に。よっしゃ、クラゴン退治成功。まだでもこれで終わりじゃねえんだよ。人魚の村の話まだこの下りで終わってないんだよ。どいつやろな、こいつじゃね、違うかな。もう撃退じゃなくて完全に倒しきって。お前か。海に落ちた村の衆もみんな無事さ。あんたらのおかげさ。ありがとうね。礼と言っちゃなんだかね。今夜は村で化け物以下の討伐祝賀会をするさ。ただ飯だ。村の女たちが運命ごちそうをたーっとこさえて待ってるさ。これがでもまだ主じゃないんだよね。クラーゴン倒して村の謎を解いて初めてこの村からさよならできるんだよね。初っ端からボス戦みたいになっちゃったけど、まだ全然なんだよ。謎は何も解けていない。その謎を解かなくてはいけんね。まずね、話はそれからだ。はい、ゴールド稼ぎのプロ。ああ、いいですね。全員の MP と回復してるね。いいっすね、すごく。さあ、ここの奥になんか出てるけど、あ、マルティナだ。マルティナ喋れんじゃん。来てない。ああ、そういうこと。機内が見つかってないと。まだ一人いるな、喋るやつ。あ、お母さんじゃん。そういうわけでもなかった。ね、覇者の剣全然かっこよくないよね。機内を探すのでしょ。私も手伝うわ。ありがとうございます。いいね、夜景に囲まれて。あ、ほら、ベロニカじゃない。そんなところで何してんの。怒ってはるで顔、若干。宴会の席に子供はいちゃダメだって、そこまで出てくれないのよ。こいつもこいつも。ああ。まあまあしょうがないよね。二人とも機内を探すんでしょ。私暇してるの。いや、ちょっと今マルティナと2人でデートの予定やったから、ちょっと子供ついてくるのは邪魔かもしれないな。あー、もう猫にめっちゃ今邪魔されてる。どうした、何何。はい、また後でね。この人は1人、桟橋、壊れた仲間の船を直す。こっちかな、あの辺ちゃうか。マップには出てないけどね。この辺ちゃうかな。機内、機内、あれ臭いな、あれ臭いな、機内。貴様が機内か。名を名乗れ。そう、俺が機内だ。来た。はい。あれ？なんか出たかってる感じじゃないよね。
すまないが、全く身に覚えがない話だ。本当に？他を当たってくれても読んだ？しらばっくれるんじゃないわよ。ナギムナ村の機内って言えば記憶消されてるとかパターンじゃねこれ。まさか今さら人魚との結婚が嫌になったとか遊戯じゃないでしょうね。それだ。おいお嬢ちゃん、この村では人魚人魚と気安く言わん方がいい。なんか頭の中いじられた。あんたらが探している機内ってのは俺の祖父機内ユキのことだ。え、時間の流れが全然違う感じ。相当待ってた感じ。まあ、聞いたよ、それ。その話ならあんたのお母さんに聞いたわ。でもあんな作り話、今は関係ないでしょ。いやでも今言ったじゃん、おじいちゃんのことやって。ロミアはあんたを待ってる。人魚の持病が長いんか。その作り話に出てくる村一番の漁師が俺の祖父機内ユキのことだと言ったら、あの話はな、50年ほど前にこの村で実際に起きたことだ。教えてやる。いやもうそんな時間経ってた話やったんね。あの人魚さん、ちょっと待ちすぎやわ。それは漁師が村を追われて10年も経った頃だ。祖父の言い名付けだった女ダナトラは別の男と結婚し子供を授かった。ほう。人魚の呪いも祖父のことも人々の記憶から薄れていった。そんなある日のことだ、村の漁船が大嵐に巻き込まれた。祖父の時と同じ、いやそれ以上のひどい嵐だったと聞く。うん。その大嵐でたまたま船に乗り合わせていた村長とダナトラの夫が死んだんだ。あら。それから後を追うようにダナトラとその子供も行方不明になった。あれ、じゃあお前はおじいさん、村人、あ、だおじいさん子供いないか。機内行きを手に入れられなかった人魚の呪いに違いないと。なるほどね。村人たちは機内を問いただそうと手に手に松明を取り志島ヶ浜の小屋に押しかけた。その時彼らが見たのは信じられない光景だった。一人でいるはずの祖父がずぶ濡れの赤ん坊を抱えてぼーっと立っていたらしい。その子供はダナトラの子供？どこから来た子ってあるよね。村人たちはその赤ん坊を人魚の子だと恐れ一層祖父を避けて暮らすようになったというわけだ。お前の祖先の謎が残るね。じゃあ、あんたのお母さん人魚の子なの？それならあんたも人魚の。バカを言うな。俺の母は人間だ。海辺に捨てられていた赤ん坊を祖父が引き取って育てたんだ。人魚の子などとバカらしい、ね、村の奴らが好き勝手に噂しているだけだ。なるほどね。もはや真実はわからない感じかな。じいちゃん死んでるんか。人魚が祖父を待っているというのならそいつに渡してほしいものがある。お、村の反対側にある志島ヶ浜に来てくれ。教会の裏の扉を通ればすぐ。なるほどね。いやもうでもおじいさん死んでるんだよね、完全にこれね。人魚ちゃんのちょっとあれか、時間感覚がちょっともうクレイジーになっちゃってたな。そっちパターンね。でも完全に村人の記憶がなんかもうおかしくなってて、もう印象操作されてるのかと思った。全然違ったわ。おい、行くぞ。油売っとんのあいつ。あ、ていうか、あれは仲間と喋らない、忘れた。仲間と喋るコマンドすぐ忘れるんやけど、テイルズみたいだからスキットみたいな感じで出てくる。喋ろう一応。はい。いやもう完全にその流れやったで。それはさすがにもう分かってたで。そういうことだよね。ロミアは相当長いこと待ってたってことになるね。人魚は年取らない。お、かわいい猫いたくね。まるかわいい。あ、待って、え、おい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 、なんだこれ。いやー違うんか。こういう時は小さなメダルの流れじゃないの。見つけた俺すげーって思ったけど、まさかの違ったわ。普通になんかどうでもいいやつだったわ。なんだそりゃ。まあとりあえずなんかあれかな、
形見みたいなやつをくれるんかね。でそれで事実が分かるようになるのかな。さあ教会の裏の道、ここ開いてなかったんだよ。てかあロウなんだ、そうやな、何かあったんじゃろ。あったんだよ何か。さあ行ってくるわ、ちょっとじゃあちょっと会いに行ってくるわ。今の見てたらロウも普通についてこいよって感じするけど、シジマガハマ、あー確かにお墓だね。はいはいはい、なるほど。あでも一部のお墓、おっとこっちなんだ。オーケー、ビンゴビンゴです。はい赤い3号ゲット。そこにほとんどのお墓あったけど、こっちにも回れて、こっちにはさらに別のお墓があるっていう考え方なのかな。ちょっともうお墓のお掃除したりする人用の小屋かもね。大事ですからね、お墓周りきれいにしとくっていうのはね。あここがメダルですか、なるほど。そういう風習自体をやらない人もまあ最近はいますけれども、よいしょ、まあ、ちっちゃい頃は確かにその大事さは分からんかったな俺も。さあ来た。このベールは俺の祖父が残したものだ。母が言うには祖父が死のとこで握りしめていたもの。これじゃあもう人魚のやつだろ絶対。俺はどうしても捨てられなかった。あんたの話が本当ならその人魚に渡して機内ユキは死んだと伝えてくれ。せやな。いやでもあの人魚相当ショック受けそうやけど、まあ、でも結婚する気あったってことやね。これあったってことは取り乱してすまなかった。俺たち家族、いや俺はちょっとだいぶデリケートな質問したと思うわ。すまんかったなそれは。こっちも俺の母は祖父が死んでからやっと村の男と結婚できた。ああ後ろ指さすやつもいたろうに、今じゃそれをネタに紙芝居なんて読んで小遣い稼ぎをしてるんだ。強い人だろ。いやすげえねお前のお母さん。俺は人魚が憎い。俺の子孫にはもう人魚の呪いで蔑まれるような人生を送ってほしかった。本当大変やったよな。ようやく俺も船に乗れるようになったんだ。悪いがこれ以上過去の呪いを蒸し返さないで。いやもうお前が別人やって分かったらそのつもりはないよ俺は。お疲れさんやね。それをもらっただけで OK だよ。説明してあの人魚が発狂してうわーってなるのは俺が何とかしよう。それは俺の担当やと思っとくわ。 OK。 いやでも真実を言った方がいいって嘘言うのは良くないと思うで。結局いつかバレるで。結局いつかは分かっちゃう話で、ある程度本当のことを伝えてあげて、もう待つのをやめさせてあげるっていうのも優しさやと思うけどな。言うのは辛いけどね、確かにね。言ってその時の反応を見るっていうのは辛いんだけど、それを言わない結果何が起こるかって考えるとやっぱり言ってあげた方が優しさやと思うけどな。さあルーラーで飛んで村まで行こうかなと思ったけど仲間がいない状態なんで、一応なんかイベントあるんじゃねえかなと思って普通に戻ってきました。さあさて合言葉も知ったしね。合言葉知ったから正直次のとこ行く前にその合言葉使いたい感じするけどな。あれもうルーラーとかで飛べる感じ。これウィルミンだ。そうやね。オッケー、白い入れってルーラーで飛べる。あっと飛べるわ。あ普通に飛べた。どうしようかな。合言葉いつ行こうかな。これ終わったらすぐ行こうか。結局あっちもボス戦ですからね。さてと、あそういや今仲間い、あ来たね。せやね。まあそういうことだよな。人魚の寿命がそうだって知らんかったから結局そうなってたってことだよね。結婚しててもね。うん。今ちょっと話すと反対派もいるってことか。あーいいね。俺はすごくカミュのそれがいいと思いますよ。カミュのその
それいいね。機内行きやったらどうしたかって考えると真実を伝えてほしいって思うんじゃねえかなって気がするな、俺も。OK、そうしよう。真実を言おう。やべえ、これ選択式になるんだ、この後。怖っ。いやー、そういうことさせてくんの？やだね。まあでも最近の RPG はそうやって自分で選ばせてくるパターンが常ですからね。はい。いや。嘘をつきますか？いいえ、嘘はつかない。うん。この目で確かめるまで。うん。全然別の展開になったで。全然別の展開になったで。そうだね。なるほどな。これはあれか、ルーラーで飛んでいくとまずそうだね。いやでも今の機内に合わせるのが俺は嫌なんだけど、一応合わせないみたいな流れだったじゃん。あ、そう。あ、金塊。あ、ダメ。自分で行けてか。あ、そういう感じみたいですわ。はい。そうだね。お、任せとく。なんかできるの？あ、もう浜までいきなり移動させてくれる感じ。あ、もう便利。あ、便利ね、イベントって。イベントってとっても便利よ。イベント戦はとても便利。来た。いやー、機内いいって言うかな。機内どこにいると思う？ここかな。機内ここにいる？いないわ。機内はここじゃないらしい。普通に村の方にいるっぽいわ。いやー、もう武士返さんでくれって言った後もこれやもんな。もうつい数秒前に言われたんだよ。いやー、ちょっとねでも記念はなんだかんだじいちゃんのことは多分嫌いじゃねえんじゃねえかなと思うんだけどな。出会ってないのかな。会ってないんだな。さっき言ってたな。さっきの感じだと今の気は握ってたっていう事実は知らなかった。お母さんから聞いただけってぽかったから。さて、機内がどこにいるかですね、問題は。機内の家、ああ、もうついてますわ、イベントのピーンが。よし、最速で行こう。最速で。自分が機内の立場だったらどういう反応するだろうな。まあ、怒るな。もう勘弁してくれっつったじゃんってなるな、うん。おじいちゃんのことが好きだったかどうかによるね、そこに関しては正直。よ。来た。おお、こう言わずに連れてく、言わずに連れてく、こら罪な男いるじゃん、機内。なるほどね。なるほどね。人目につかないと思えばいいかな。大丈夫だといいけど。お母さんとか見てくんじゃん。まあでもあのロミアが死ぬってことはまずないと思うんだよ。だって俺ら連れてく、連れてってもらうって言ってるからさ、海の国までさ。死なれちゃうもうそれで話終わっちゃうから、それはねと思うんだけど、お母さんがさ出てきたりしね、大丈夫？行ったらお母さんとロミアが再会してるとか、そんなパターンないよね。いや、怖え。何が起こるのか全く謎です。さあ、よっ、来た。岩の上に乗るかなと思ったら正解やった。こんなところに連れてきて一体何だってんだ。説明なしだとやっぱダメだよね。機内なの？ああ、俺が機内だが、
いや気づけよ、海にこんなやついたら気づけよ。それはそんな人魚本物なのか。あ、呪いって話だったっけね。あなた機内じゃないわ。あんたが探してるのは俺の祖父だ。あの人はもういない。ここで死んだ。機内ちゃんと説明しちゃってるやん。このお墓なんだ。こんな寂しいところで一人ぼっちで死んでいった。人魚は500年も生きるんか。人間の一生は私たち人間にとって10倍じゃねえ、全然違う。忘れていたわ。あれから5倍ぐらいか。そんなにも時が過ぎていたのね。いやちょっとあれだな、一人で待ちすぎたね君も。最後まで私のわがままに付き合ってくださって本当にありがとう。まあ海に入るためやからな。お礼の品は白の入り江に置いてきました。まさかここで死ぬつもりこの人。嘘、まさか。ごめんなさいね。私もう行くわ。なんか一緒に海の国案内してもらおうと思ってたけど、そういう感じじゃなさそうよね。これもう二度と海に戻れへんやろこの人。ずっと待っていたわ。同じなのね。機内と同じ手をしているのね。陸に上がった人魚は泡となり消える。それが人魚の掟。最後に機内と会えてよかった。泡となって消えてもそのままこの場で消えるんや、もしかして。もし私が人間だったなら機内と共に生きられたのかしら。あ、でも会えもせえへんかったやね、それ言うと。さようなら。会えたのはあんたが人魚だったから会えたんや。どこかで見たことがある。あれは確か祖父の小屋に。なんかあるんだ。まさかおじいちゃんずっと掘ってた。なんか そりゃそうや、うん、死ぬ感じの描写ってのはいろんなゲームでね、おいて出てきますよね。昨今結構葬式やらされたりとかいうのもゲームでありましたけどね、ロストデステでやらされたりとかしましたけど、なんか、なるほどな、絵か、絵を描いてたのか、ずっと。あ、すごいいい絵やん、これは。めちゃめちゃ立派な絵やで、これ。
手紙。あ、これはロミアに読ませた方が良かったやつか、もしかして。まさか祖父の手紙だ。愛する人へ、君に助けられたあの嵐の日から、君を迎えに行くことだけを支えに生きてきた。それももう終わりにしようと思う。すまない、俺は約束を守れそうにない。あれは俺が村を追われて数年後のことだ。ひどい大嵐でたくさんの人が死んだ。村長とダナトラの夫も犠牲になった。その数日後、シジマガ浜の崖の上に赤ん坊を抱いて立っている女がいたんだ。その女はかつての言い名付けダナトラだった。ってことは、人間って証明はこれでできたんじゃないかな。生きる希望を失っていた。大きな悲しみを抱えた彼女に俺の声は届かなかった。彼女は俺の目の前で海に飛び込んだんだ。俺は二人とも助けようとした。だが救えたのは赤ん坊だけだ。機内。体は本当にもういいのね。ああ、ロミアのおかげだ。もうすっかり元気だよ。機内、私はいつまでもここであなたを待ってるわ。いや、二人とも亡くなった後にこれ見せるのはずるいな。でもこれできないとやっぱ人間の子やっていうのはもうはっきり分かったね。そこの謎はきちっと俺が必要だ。クリアになったよな。すまない、ロミア。俺は俺だけ幸せになるなんてできない。人魚の呪いの言い伝えは、俺のように愚かな人間が二度と出ることのないよう戒めと。自分で作ったんだこの人。君の仲間を貶めるような皆の言葉を許してほしい。君はまだあの入り江で俺を待っているのだろうか。俺はもう君を迎えに行く資格がない。だがこれだけは信じてほしい。君を愛している。今までの無礼を許してくれ。ロミアに会わせてくれてありがとう。今ならじいさんの気持ちがわかる。恋をしてしまいそうだった。いやー、二人とも亡くなってからこの話を見せるのはとってもずるいですね。そして人魚の伝説は機内自身が作ったものだったんですね。ああやって、いやー結構これはねしんどいやつやな。またそうやな、もう残してきたってことはこうなることある程度決めてたってことだよね。うん、
それはそうやね、うん、いやこの絵はマジで素晴らしい絵やと思うわ。このなんか映像の中でもすごくいい絵だね。なるほどな、ここであの紙芝居も作られたってことなんだろうな、おそらく。あ、ちょ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 、まあ一応一応ね、一応、あーほらほらほら、やっぱりね、そういうことですよ。最低や。いやー、それぐらい人魚は美人やったっていうところもあるけど、まあでもロミアっていう人の美しさにそうだっていうことだろうな、うん、と俺は思います。はい、人魚が美しかったってもあるけど、ロミアっていう人が本当にじいさんのことが好きやって、それだけ人魚なんだけど人間臭く魅力的やったっていうことなんかな。さてでは中身は何でしょうか。はい、オープン。マーミードハープ。お、手紙。機内の次か。まあ、勝てないわな、そりゃそうだわな。うん。ソルッチャウンガーの時、内海の中心そびえる。あ、なんか光の柱みたいなのあったね。大丈夫かこれ、ロミアの話した瞬間捕まったりしねえよな。殺したとか言われないよね、大丈夫だよね本当に。もう、うん、その場所はなんとなくわかる気がする。せやね、まあ世界を救う必要また一つできたね。うん、そうやね、女王に伝えんといかんで、ね、それはね。さて、合言葉使いに行こうか、じゃあ。もうめっちゃさらっといくけど。ヨッチ村への入り口行きましょう。今回ヨッチ村で終わりかな。ヨッチ村最後まで行けるかな。ヨッチ村なんか長い時めっちゃ長いし、この間爆弾岩の時すげえ長かったよね。めっちゃ長いんだよね。ボス戦もすげえ手に汗握っちゃうしみたいな。いやー、でもやっぱこうさ、死ってっていうのをどう描くかっていうのは、そのすごくゲームっていうか、まあ何でもそうですけど、まあ、死っていうのをどういうふうに描くかっていうのはもう本とかでもそうですけど、まあ、非常に重要で、その大きい部分になるわけですけど、最近ゲームでこういうシーンをよく目にしているような気がします。まあでもどんなキャラでもやっぱ死ぬ時っていうのはすごく大事ですよね。ドラクエでもかつて、オルテガが死んだりとかね、いろいろありましたから、そういったシーンっていうのはやっぱちょっと感慨深かったりもしますよね。さて、ここかな。天使会じゃない、天使会は何かがいるやつ。ここだ、ラパンハウス。ラパンやん、車の名前やん。今一瞬ラパンってなんか喋ったこと、ラパンって文字を言うたことあるけど何やったかなと思った。キラーパンサーみたいなのいっぱいいるけど、ゴロ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 言ってる。あ、ちょ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 違う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 、ちゃうねん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 ってちゃうねんって、そういうことがしたいんじゃないんだって、違うんだよ。じゃあさっきのさ、癒しの雨の下りがあるからさ、 MP さえあればさ、俺多分セイニャじゃなくて全部ローにした方がいい気がするんだよね、防御。おい、キラーパンサーか、キラーパンサーの父。なるほど、キラーパンサー飼いながら猫飼ってるってなかなか面白いやつやな。ゲレゲレ、うわ出たね。マジで、みんな喋るやん。数匹でキラーパンサー相手に戦ったとかやばいな。ゲレゲレって名前がいいね。ボロンゴとかいう名前もそうやし。いやでも何もないじゃんここ。え？出れもしないし。こっち行けばなんかある。いやないね。ダメ？え、これ後日来るやつもしかして。え、今回は何もない感じ？
まさか。で、ぽいよね。ここなんか、横で、こういう、なんか、ないなぁ。マジか。あ、え、今回なんもないやつだ、これ。なんもないってことはないでしょ。多分、どっかのタイミングでラパンってやつが帰ってくることがあるんだろうな。多分今後。今は帰ってきてないから、今のストーリー進行では、ラパンには会えないけど、今後会える。まさか馬じゃなくてキラーパンサーに乗って旅する日が来る。いつかここでキラーパンサーもらって、可能性あるぞ。そうだね、今の進行状況でダメなんだ。また後日何かしらのタイミングで来ることによってキラーパンサーに乗って旅することができるようになるんじゃないかなと思いますね、現世でも。それかキラーパンサーを手なずける方法みたいなのがもらえるんじゃないかなという気がします。天使会ってさ、そもそもさ、何待ってたっけ？たまにさ、ちゃんと見とかんとさ、ちゃろっぺい。忘れるんよね。これだ。女神の果実か。いやー、なるほどね。とりあえずこれで話は納得しましたよと。あ、ちょちょ。どうしようかな。海底神殿。MP これ回復してるよね。海底神殿行くか。いや、なんか行く始めると多分ね、すげえそのムービー入ったりとかして結構長くなるんじゃないかなと思ってるんですよね。結構やっぱ大きいじゃないですか、海底神殿って。だからキリーンでここでやめとこうかなっていう。今回どっかでちょっとセーブだけして、光の入り江の場所も俺しかも今パッと覚えてないしね。うん、あの星マーク出てんのってなんだっけ。よっち村か。じゃあソルティコで小さなメダルだけ渡して今回終わりましょう。ちょっとキリいいんですごく、あの本当は1時間ぐらいっていつも思ってるんですけど、ちょっとめちゃんこキリいいんでここで終わっておきましょう。次回海底神殿いよいよ入っていきたいなという感じがしますね。海の中ということで楽しみですね。そしていつになったらスクルトを覚えるのか。今回戦闘少なかったですよね。ムービーをやっぱじっくり見る時間が長くてですね。RPG のまあ醍醐味というか、まあね、あの某ファイ、あの最後のファンタジーなんかはすごくね、あのムービーが長いっていうのはよく言われますけれども、ある程度やっぱムービー見るっていうのも RPG ロールプレイングゲームのやっぱ醍醐味ではあると思いますんで、その辺の塩梅は難しいところですね。いけるかな。あと何個やったっけ、小さなメダルって。どうだろう、なんかもらえる？どう？足る？あー、まだまだまだ。20までか。だいぶ先だね。オッケーオッケー。まあでもだいぶ溜まってきましたね。いいっすね、いいっすね。まあ今の私の進め方だと小さなメダルを全部集めて何が手に入るか見れるっていうことはないと思いますんで。そこまできっちり探してるわけじゃないですからね。はい。じゃあお祈りしておきましょう。はい。なるほどね。いや、どんどん徐々に進んできましたけど、まあ、まだまだ道のり長そうですね、このゲームね。はい。いいえ、進めませんということで。さあ、じゃあ今回はここまでしたいと思います。皆さん見てくださってありがとうございました。次回、海底、神殿に行くという、海底城、うん、海底の国に行くということで、そこからスタートしたいなと思います。またよかったら次回も見てください。それでは、お疲れ様です。